今週のヒューマンウォッチャーは競泳平泳ぎ渡辺一平。僕はもう東京で体をぶっ壊して金メダルを取れるんだったら体をぶっ壊したいと思ってるんで、東京オリンピック金メダル獲得への大いなる挑戦、さらに躍進のきっかけとなった恩師の教えや、23歳の素顔にカメラが密着。お楽しみに。